ウクライナ侵攻と並行して中国との合同軍事演習を実施せざるを得ないロシアの事情中国とロシアが東シナ海で合同軍事演習を実施へ中国とロシアが12月21日から1週間にわたって東シナ海で実弾を使った合同軍事演習を実施することが分かった合同演習にはロシア太平洋艦隊の旗艦であるミサイル巡洋艦やフリゲート艦が参加するほか 中国海軍からは駆逐艦や監視船、潜水艦、航空機が演習に参加する見通し。言いだ、両国海軍の協力体制を強化すると言っていますが、ロシアはこのようなことをする余裕があるのですか。当の中国とロシアの合同軍事演習は定期的に行われています。ここでそれを止めてしまうと、それほどまでにロシアは苦境にあるのだというメッセージになってしまいかねないので、 やらざるを得ないと思ったのでしょうねいいだ、やらざるを得ないと。党のちなみに、例年行っているような軍事演習に関しては、一つもキャンセルしていません、そのあたりは、情報戦の観点からも止めることはできないのだと思います。ロシアと中国がこれほど密接な関係になることは、冷戦時代には考えられなかった。佐々木 中国とロシアがこれほど緊密になるなんて、冷戦時代から考えると信じられないですね。飯田、70年代は国境で紛争を起こしていましたものね。佐々木、つい最近まで中国は集団指導体制でしたし、ロシアも冷戦時代は恐ろしい国だと思われていたけれど、集団指導体制を取っていた、それが両国とも集団指導体制を捨てて、完全に独裁体制に変わりました。 しかも中国は伝統的に国外に興味がない国だったのですが、対外進出を狙うようになっている、東アジアにおいて、西太平洋の地域がこんなに恐ろしい火薬庫になるなどとは、誰も想像していなかったですよね。ウクライナ情勢が長引くほど、中国とロシアの力の非対称性が強まる、いだ中ロの関係ですが、一方で核の使用に対しては、中国からの圧力もあり、 ロシアは少し躊躇する部分があるようです。決して一枚岩ではないということですか。党の、しかも、ウクライナとロシアの戦争が長引けば長引くほど、中国とロシアの力の非対称性が強まっていくのだと思います。エネルギー面でもロシアは、今までヨーロッパが買っていてくれた分が売れなくなっている。いいだ、ロシアへの制裁によって。党の、 中国やインドに売るしかないので、やはり中国に頼らざるを得ない部分があると思います。プーチンに聞かせたい。メタリカラが奏でる核戦争への警告の歌。核戦争の危機にさらされた人類。長引くロシアによるウクライナ侵攻。その中で12月7日、ロシアのプーチン大統領は、核戦争の脅威が高まっている、という胸の発言を行いました。 同時に我々はは狂っていいるわけではない核兵器が何なのか分かっている、それをカミソリのように振り回して、世界中を走り回るわけではないとも続けていますが、ロシアのような核保有国のトップによる、こうした発言は恐ろしさ以外の何者でもありませんよね。過去にも人類は核戦争の危機にさらされたことが何度かありました。1962年 当時のソビエト連邦が中米のキューバに核ミサイル基地の建設を計画していることを受け、アメリカとソ連の間で緊張が高まった、いわゆるキューバ危機や、1964年のトンキン湾事件に端を発するベトナム戦争が長期化したことで、アメリカによる核兵器使用が取り沙汰されたこともありました。1974 21年から21世紀に至るまででののインンドとパキスタン間の紛争でも、 核戦争の脅威はありました幸いにもこれらの紛争によって結果的に核兵器は使用されませんでしたがご存知のようにそれ以前日本には太平洋戦争終盤に核兵器が使用されていますそんな核戦争の恐ろしさや抑止警告のメッセージは映画人や音楽家たちなどから送り続けられてきましたが今回はそんな曲をいくつかご紹介いたしましょう まずはこちらの曲 B. 1965年にアメリカのシンガーソングライターのバリー・マクガイアが歌った曲で「明日なき世界」という砲台がつけられています現代を直訳すると「破壊の前夜」というこの曲実はバリー・マクガイアが作ったものではなくピーテフ・スローンという当時20歳の若者の手によるもの 歌詞の内容が過激だという理由でボツになりかけていたところをタートルズというバンドが取り上げましたが話題にはならずその後バリーによるカバーバージョンが世界的な大ヒットとなったという数奇な運命をたどった曲でもありますその問題の歌詞を少し訳してみますと東側の世界が大変なことになっている突然暴力が起こり銃に弾丸が装填される皆 十分大人になったのに、やることは投票ではなく人殺し、戦争なんか信じていないのに、君たちが持っているその銃は何だ、中東のヨルダン側には死体がそこら中に浮かんでいるのに、僕の友人である君は何度も言うんだね、破壊の前夜にいるなんて信じられないと、僕が感じている恐怖が君には見えないのだろうか、そのボタンが押されるならば、僕たちに逃げ場はないんだという具合。 核戦争が起ころうとしている現実への警告的なな内容なんですよね。この曲は当時アメリカの多くのラジオ局で放送禁止となりましたが逆にそれが話題となり全米チャート1位に輝いたというのが何とも皮肉ですちなみに PF ・スローンはこの数年後に心を病んで音楽業界の一線から退き2015年にひっそりと訃報が届けられました続いては 1980年代に大ヒットを連発していたオーストラリアのバンドの曲、It's a Mistake, Men at Work。1982年に NOCK は夜中に、Down Under ンンという2曲の全米ナンバーワンヒットを放ち、いきなりビッグネームとなったオーストラリアのバンド、Men at Work。当時は日本でも大人気で、来日公演も全国で行われています。さて この曲は1983年にリリースした。彼らのセカンドアルバムからシングルカットもされたもの。歌詞を訳してみると。シェルターから飛び出して逃げるんだ。子供たちが銃の撃ち方を準備している。将軍さん、教えてくれよ。これはパーティーか。もしそうなら、みんなで参加するのか。俺たちは何も知らないわけじゃない。何もしなかったわけじゃない。でも泣いたって仕方ない。だってさ。 ちょっとした間違いなんだから、教えてくれよ司令官さん。あんたはどう思うあんたが軍事力を溺愛してるって、皆知ってるよ。それが進行中なら、俺たち破滅の一歩手前さ。幸福のタオルを投げてくれないか。そんなにすぐに消えたくないよ。こんな最高な時に死にたくない。口笛でお気に入りの歌でも吹きたい。カードと花を送ってやるからさ。それは間違いなんだよ。 各戦争一歩手前の取り返しのつかない状況を皮肉った歌なんですそんな曲が全米チャート上位に上がるヒットを記録人気絶頂の中でこうした内容を取り上げヒットさせたというのもなんとも豪快な話だと思いませんかお次はレゲエのレジェンドノーヌクリア王ピータートッシュピータートッシュはボブ・マーリーも在籍していたザ・ウェイラーズのオリジナルメンバーであり レレゲエ界ののジェンドの一人、彼は1973年にザ・ウェイラーズを脱退してからソロに転向、感銘・直接なメッセージの曲を放ち続けました。この曲もその一つで、歌詞の内容もストレート。核戦争はいらない。核戦争は望まない。核戦争でどこかへ飛ばされるのは嫌だ。それはただのホロコースト。単なる大量虐殺だ。もう我慢できない。死にたくない。 人々は安らかに天国へ行きたいだけだもう我慢できない人々が訴えかける声は聞こえないのかという具合ひたすら核戦争への恐怖と醜い現実への嫌悪の言葉が連なるものとなっていますそしてこの曲は結果的に彼の遺作となってしまいましたこの曲をリリースした数ヶ月後自宅へ押しかけた3人組の強盗によって射殺されてしまったのです 去年42という若さででの悲劇でした最後は現代メタル界の頂点に君臨する彼らメタリカ1983年のレコードデビュー以来絶大な人気を誇るアメリカのヘビーメタルバンドメタリカ社会的な内容を歌った曲も少なくない彼らですがこの曲もそのうちの一つで1984年のセカンドアルバム ライドザライトニングに収録されていたものですタイトルの「ファイト・ファイア・ウィズ・ファイア」を直訳すると「火で火と戦え」ですがこれはことわざ風に言うと「毒を持って毒を制す」というような意味でしょうかね歌詞を冒頭から訳してみると「やつらがお前にしていることをやってやれ」でもそうなるとこの世界は一体どうなるこの世界を跡形もなくなるように爆破しろ 核戦争でいざこざに決着をつけるんだ。毒を持って毒を制すさ。もうすぐ終わる。やつらと同じ手段で対抗するんだ。ああ、恐怖で胸が張り裂ける。俺たちは全員死ぬんだ。時間は導火線のようにあっという間に燃え尽きる。予言通りに世界の最終決戦が始まる。すぐに死の熱い爆風が俺たちの灰に満ちる。神は笑っている。お前は死ぬんだと。 メタルの激しいギターリフと相まって、一聴すると過激な歌詞ですが、核戦争への警告を発した内容となっているんですよね。核保有国のトップにボタンを押されたら、どうしようもできず、世界中が破滅へと向かっていくだけの核戦争、どの曲にも、それは絶対あってはならない、あってほしくないという切実な思いが載せられています。プーチンさんには、こうした曲を、 聞く力思っていただければと強く思います。